そうと走り抜ける一畑電車。そこに突如現れた悪の秘密結社ネモイナ。奴らの目的は野花鉄道を乗っ取り世界を征服すること。このままでは菜の花鉄道が、いや一畑電鉄が危ない。その時ピンチを救おうと命彩る飯南町から6人の戦士が立ち上がった。中山間地域に丁寧なお仕事を提供するを合言葉に仕事道具を武器に変化させネムイナーに立ち向かう戦士たち。その名は久しぶりの戦いで張り切りすぎとるんだろう。あんまりガーンとかすんなや。もうパンダさん、僕穴が開いちゃってますよ。おお、よくそ忙しいんだめ。溶接こもり。うわ、わしが今日勝ったら新しいのこじゃるけろ。しかし、こうなったら我々もボスを呼ぶしかないな。よし、行くぞ。せーの、ボス。暇ですカル様。シルバーは普段は温厚だが怒ると怖いソガシンジャーの上司である。お前ら、手柄を持ってちんたらしやがって根性入っとらんけ負けるんだろうが当番中だ。気分が良くなったし、あっち向いた方がいいじゃんけんでもしようか。いいね、ひねりいくよ。最初はグーじゃんけんぽい、あいこうでしょ、あっち向いてほい。あー、負けたー。よし、今だ、必殺技をしちゃおう。必殺技マスキンちゃんハンマー。あー、任務終了。ちびっこのみんな、こんにちは。鉄道を作る会所属の水道コウモリです。違うか。違うんか。はい、よし、こっちはグリーンだ。頼んだぞ。お、今日の相手はグリーンか。じゃあ俺の新しい武器を試すチャンスだな。いかにも俺が弱いみたいな言い方してくれるじゃないか。何を言っている。以前この会場で酒を飲んでフラフラだったじゃないか。あと少しでコンクリート打ちが終わりそうなこの忙しい時に、よーし、それなら俺の本当の力を見せてやるぜ。この前ここで見せたのが本当の力じゃなかったのか。さーて、さっさと片付けて飯南町下木島にある肌の湯にでも浸かりに行くかな。よし、行くぞ。必殺クロスコネクション。うわ、急に腹が。貴様、一体俺の体に何をした。かかったな。この技は腹痛を起こさせ、この会場にある美味しいものを食べられなくすることができるんだ。くそー、最近残業でお疲れの俺様をいじめやがって。残業？あれ？おかしいな、それってシルバーのことじゃないの？嘘はいけないね。なぜそれを知っている。このことは俺以外知らないはずなのに。まさか忙しいと言いつつもコンクリートが固まる間暇していたのか。誰かに見られたのか。今だ、くらえウォーター。一味違う。なんだとなんと武器がパワーアップしているのです。何、貴様も武器を新しくしていたのか。儲かりまんな。で、どの辺がわかんないの？まあちょっとね。それじゃあゆうこ手相の試し切りよろしく。とりゃー必殺手相菜の花鉄道切り。どの辺が鉄道？ここら辺がね。マジ忙しいんじゃ。違うか。なんか腹が。ちょっとそこの駅のトイレ行ってくる。よし、こうなったら俺様が相手だ。おお、みんなのアイドルダークパンダ。よし、頼んだぞイエロー。ラジャーポンカレー大好き畳イエロー。出たなイエロー。ところでお前は阪神タイガースファンらしいな。この前のワールドベースボールクラシックで日本が優勝できたからよかったが、阪神の選手はほとんど活躍しなかったんじゃないか。藤川なんか大事な場面でほとんど使われなかったじゃないか。なに？お前はカープファンだろ。栗原なんかせっかく呼ばれても活躍しないで。おまけに石原はバッターボックスにも立ってないじゃないか。うわ、この野郎、痛いところを突きやがって。エブイナーにはファンが結構いるんだぞこの野郎。よーし、こうなったらイエロー用に考えたとっておきの必殺技だ。パンダ神経奥義パンダ百裂拳。お前のマップ中枢はもう破壊されている。食べている俺様の食欲にはもともと限界などないのだ。やるそれなのか。そう、必殺畳包丁パンダ腹ペコ切り。うわ、よし、終わった終わった。今日もいい仕事したな。宍道湖の美味しいものでもいっぱい食べよう。神様、あとはお願いします。よし、任しておけ。シルバー、お願いします。おう、行くぞ今ですかる。ちょっと待て、今日はレッドが出てないじゃないか。これでいいのか。やべ、バレた。おいレッド、何楽しようとしたんや。いや今からやろう思うとったんです。おお、そうか、それは疑って悪かったな。よし、今日は2人で行くぞ。おう、かかってこいや。行くぞ。おう、ね、めんどくさい。2人まとめてかかってこいや。今の心境を詩吟で表現します。演じます。いつもシルバーにやられてまた負けるかと思ったがなんだか今日勝てそうな気がする。あると思います。あるわけないやろ。よし、こうなったらドデカパンダミサイルだ。よーし、じゃあみんなドデカパンダミサイルの発射準備だ。よーし、今日の発射スイッチは水道氷。前が押すんだ。最近間違えて俺のケツに刺すやつがいるからな。お前は失敗するなよ。はいさー。よし、じゃあ一応念のためこの発射スイッチに1、2、3のタイミングで押すんだ。よし、任したぞ。よし、じゃあボスお願いします。よし、ドデカパンダミサイル発射。1、2、3。チャンスだ。こっちも必殺技だ。行くぞ必殺。忙しボンバー。発射。そう燃えてろ忙しいんじゃ。こうして菜の花鉄道にいつもの平和な日々が戻ったのである。明日はどこの現場だろう。ありがとうお仕事先輩忙しいんじゃ。頑張れ。